さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。昨日ワウワウでパフュームの特番があって、そこでこう、はい、パフューム3人と中田康隆神4人の対談に私東山もお邪魔させてもらって、はい、ちょっとね自分でもまだ怖くて、うん、オンエア見ることができておりません。あ、そうなんですね。でいやそんだけ貴重なさやっぱ場をね、うん、はいはいはい、ここがこう生まれて、うん、そこにこうあのお招きいただいたってこと で、 すごいことですよね。ちょっとねあと4年ぐらいかかるかな。嘘でしょ、見るまで。早めに見てください、お願いしますよ、ね。さあいよいよ今週金曜と土曜に開催となりますパフュームフェス2017。来た。さあ今夜はフェスでの対バン相手であります電気グループ、そしてチャットモンチーの魅力を研究、3人が当日に聴きたい曲も選曲していくそうですよ。パフュームロックス。パフュームロックス starring Perfume。たくさんの生徒からの依頼。いよいよ今週開催されるパフュームフェス2017の対バン相手の魅力を研究せよ。これはもう豪華よ。6月2日金曜日が前夜祭で電気グループと対バン、うん、6月3日土曜日がチャットモンチーと対バンです、うん、はい、こちらそんな対バン相手の魅力を研究ということで、うんうん、じゃあそれぞれ好きな曲1曲ずつ選曲していこうか。1曲、1曲、これはもう難しいんだよ。ではまあまず前夜祭からいきますか。はい、電気グルーヴ、うん、電気グルーヴ大先輩です、うん、すごいね。すごいこと、本当に本当に受けてくれて嬉しい、ね、本当嬉しい。あのフェスさ、うん、行ったじゃん中学校の時、ワイヤーね、そう、うん、で連れてってもらってさ見たけどさ、ステージ上でさドゥン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 みたいなずっとこう上がっていくところに、うん、おじさんがピエールさんが、ね、おじさんがセグウェイの、うん、ずっとふざけてるんですよ、うん、前でね行ったり来たりして、うん、この人ら何なんって思ったもん正直ね、正直中学生にはでは、ね、には本物が、うん、ほんまカルチャーショックだった、うん、ほんまに。でこんなに多くの人がその音をほんまに楽しんでるじゃん、うん、でそのタキさんのやる行動に、うん、一喜一憂みたいな、うん、あのなんかこう空気感は本当独特なもので、うん、好きになってあの良さ分かるよね、めっちゃ分かる。もう今見たらあの時もっと楽しみたかったってなる、そう思ってたらって思うぐらい、やっぱりもう今はもうかっこよくてしょうがなくて、じゃあ私あーちゃん、はい、行かせてもらいたいと思います。はい、一番聴きたい曲は電気ビリビリ。もう非常にかっこいいです。もうこちらはもうどの曲もそうですけど、踊れるっていうか、うん、踊らされる、うん、独特な高揚感、うん、あるよね。なんかこう上がっていっちゃうのよ気持ちが。何なんだろうね、あれちょっと説明しづらいね、うん、つかまれるんだよね、踊らされるのが気持ちいいのよ、うん、そうで踊りたくって体知らん前動いてんのよ、うん、やっぱあれはパフォーマンスだけじゃなくやっぱ楽曲の素晴らしさもあると思うんだけど、うん、なんかやっぱライブはねもうそれ以上なんだよね。ねえ、なんかこの後何があるんだろうっていうワクワクもあるし、そうだね、未知な、うん、未知なことが起こるっていう、うん、想像がつかない。そうそう、それがやっぱり魅力の一つなのかもね、うん、ね、いやこれやりたいわ、これとこれやりたい、なんか、うん、これやりたいわこれやりたい、うん、ちょっとこいつ前回踊ったりしてね、ね、うん、ライブバージョンでまたさアレンジ変わるんだろうし、うんうん、いっぱいなんかミックスしてね、やってくれるもんね、マジ楽しみ。これじゃあ続いて私歌集家が聴きたい曲はセイントおじさんじゃんみたいな感じで言ったね、セイントおじさん楽しい。これさ確かさ、うんうん、私とノッチフェスで見たよね。見たよ、そう、一緒に行って、うん、フェスに、うん、その時に、うん、あこれやるだろうってなって、うんうんうん、絶対見に行くぞって言って2人で見に行って、スチャダラッパーと電気グルーヴでユニット組んでやってた時があって、そのアルバムが大好きで、うん、はい、そう、見に行くぞって言って後ろの方でふーって言って盛り上がった盛り上がったサマソニそう、そんな思い出の曲。すごい
ただスチャさんいないから、そうですね。そうなるとそうですね。そうなるとってことになってくる。じゃあうちらが3人組、ちょうど3人なんで、キャップかぶって、うん、赤と緑と青でなんかダボダボっとしたやつかぶっていけばやってるんですか。いけいけますか。行きたいっすね。行きたいですね。はい。夢は大きく。夢はできんのか。続いて、はい、私のっちが聴きたい曲は NO。 あ、楽しい。あ、楽しい。あ、もうちょっとふざけてる。こんなのもありますよ。これ結構歌もので、一緒に歌うと楽しいから、多分ライブでやってくれるんじゃないかなと思うから、覚えたいよね、みんなで覚えたい。そう、いやもう本当にね、選べない。ね、やだ、まあ、いい曲だよ。今日の研究やだった。うるさいね。シャングリラね、シャングリラも、まあ、みんな一番多分知ってるから、だから気づいてた？電気グルーヴさんもシャングリラあるし、チャットモンチーもシャングリラ。そうなのよね、このミラクル、やるしかないよね。やるしかない。やりたい、やりたい。ほら、卓球さんが歌ってるよ。楽しい、もう楽しい。卓球さんが歌ってるよ。歌ってるよ。歌ってるよ。学校ないし家庭もないし、いいなー、なりたい。なんかちゃんと正しい形でかっこいいとかじゃなくて、このなんかだらしないゆるい感じを許されてるのがすごく嬉しい感じある。楽しめる。なんかこうなきゃいけないっていうのが何もない感じが。そうだね。だ、本人たちも自由に楽しんでるじゃん。でそれを見せてくれるじゃん。だこっちもいいんだってね。みんながこう乗ってるからこう乗らなきゃいけないっていうのが、電気さんにはないね。そうだね、自分の世界。確かに。だからステージを見てなくたってもいいみたいな。そうそうそう、楽しいね。あれがもうやっぱよくできてるわ。かっこいい大人やわ。なんでこんな楽しい声が出るんだろうね。これ撮ってる時の顔が見たい。いや楽しい。富士山も聞きたいし。ねえねえねえ、そこにさ、え、織り込んでくるのやめてよ。追加してこない。追加していくと全部言うことになるから、ガリガリ君とかも楽しい。そうそうそう、聞いてる人も混乱するんだ。じゃあもうなんかプレイリスト作って自分で聞いて。はい。普通に説得されてる。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。引き続きパフュームフェス2017の対バン相手の魅力を研究せよ。続いては6月3日の対バン相手、チャットモンチー。ちょっとちょっとね、どんなライブしてくれるだろうね。まあ、いろいろ体勢を変えてやってましたね。そうね、女の子だらけとか、男の子も入れてとか。そうだね。久美子さんが抜けられた後に、2人で回ったツアーが、本当に力強くて、なんかもう言葉にできない熱い気持ちになったんですよ。やっぱ2人のパワーがすごくて、3人の時もすごかったんだけど、よりパワーアップしてんのよ。それがね、やっぱもう胸に来る。なんか泣いちゃうの。そう、ちゃんとのライブ見るんだよね。そうなの。不思議よ、あの人らは。ほんま。さあ、そんな中で、はい、私が聴きたい曲、恋愛スピリッツ。今まで一つでもなくせ。もう名曲です。名曲。やっぱりもう声と言葉に、まあ、メロディーにもう魅力が詰まってるんで、伴奏なしでもいいんですよ。思いが溢れて溢れて。相当悩んでたもんね。悩んだ。一曲選ぶの難しいよね。これ聞きたいな。聞きたいね。鳥肌立ちそう。じゃあ続いて、私のっちが聞きたい曲は、はい、風吹けば来い。わー、これはこれでもうチャットだよね。ザチャット。あ、そうだった。愉快なお姉さん。じゃ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 
歌いつくわけ全部歌っちゃう歌も聴いてますはいちゃんと好きだわやっぱりこの勢 い, い, い、ね、ライブうんこれもライブですもうライブでよく出てくるもんね、うん、そうねそうねこれね盛り上がりたいわサビで飛びたいわここかな映画でこんな楽しいのにサビがまだじゃんじゃんじゃんほんとこの違いよじゃんじゃんお願いイエスちゃんの歌歌ってじゃあ続いて私かしゅうかが聴きたい曲は長い目で見て最高いい思い出よみがえるあこっちもこうなっちゃうちゃ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 最高ですね一人ずつ歌ってくんだよねね、うん、そうそうそう私たちもね、うん、前にねクミコさんそうですねクミコさん私たちもライブでね、うん、どんだけやれるかってやらせてもらったよねやらせてもらったそうそうチャットの、うん主催のフェスに呼んでもらった時、うん、コナソンのコーナーで ね, ね、うん、息続くかってこれいっちゃん最後の長、うん、ーんってところがずっと続くよね恐るべしえっちゃんだよねえっちゃんすごいから、うん、だってずっと歌ってきてからのあれだもんね、うんうん、いや最高よ次あっこちゃん歌いますから、はい、だから2回目のこの歌ってるところは自分たち一人ずつが作詞してるんですってあそうなの楽しいなのでへなおさら聞きたいですライブで聞きたいよねこれこの久美子さんのとこちょっと歌わせてもらってもいいですかあ担当します歌いたいですいいね超いい選曲みんないいねいやめっちゃ楽しみになっちゃったいやほんとおすすめ紹介するって難しいけどさやっぱりこうやって考えるとどれほどそのアーティストのことが好きかってことがさ、ね、そうね分かるよね改めてね、うん、そう思うと自分たちも対バンするのほんと楽しみだし楽しみもうこの楽しみな気持ちをうまく表現できるかもう心配だもんそこが心配だもんいや最高ということで6月の2日3日がパフュームフェスさらに翌日が同じく幕張メッセでアミューズフェス2017開催ですおいライブに来る皆さんお楽しみにやっぱ愛に溢れてる人の話を聞くのは楽しいね、うん、そうですね本当に大好きなんですねいやこれだからねそのこの曲やりたいわとか言ってたけどもやっちゃうんだろうな今週末はね今週末ねこれだからずっとその、はい、例えば電気かけるパフューム、はいはいはい、この曲がいいんじゃないか、はいはい、毎回結構言わせてもらってるけども、はいはいはい、そうねあの寝言のさしこちゃんが参加してるベイビーズオンファイアもいいかもしれないけどやっぱ俺的にはやっぱ今的にあの Nothing's gonna change とかをあこれですこれ女性の歌のボーカルも入っててほうほうほうあのそこをねパフュームが歌うみたいなあいいでしかも音もバキバキだから結構ちょっと合う合 う, うでしょすごく合うこれだから今すぐねみきこ先生に振り付け考えてもらってバッキバキのここパフィームですドゥル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 あ、ナッシーズコナチェーンナッシーズコナチェーンなんで歌っちゃうの聞きたいのになんで歌っちゃうのいつもなんで男の高い声聞かなきゃこれをさあ、でもすごくわかるパフィームチームパフィームの演出乗っかってさ、はいはい、映像とかバッキバキに出てあ、いいめっちゃそうじゃないこれめっちゃ合うこれで、この後歌も入ってくるしピエールさんがこれ歌ってるんだよこの後ねNothing's gonna change って言ったりするんだからちょっと待って聞いていいこれピエールさんありがとうございましためっちゃいい声これやってほしいいいっすねこれ僕もちなみにチャットと次の、まああのね、やってほしいのはあの東京はちみつオーケストラですかねこれしかもちょっと前に東京があるって曲出したじゃないですかこれのねパフィームはい上京してきた女の子の気持ちを歌うこれもまさにそういう曲なんですよ引きずってさ何で歌っちゃうんだよかぶせに来るな聞きたくないんだ校長の歌は絶対いいと思うこれしかもゆっくりした感じもまた可愛らしくなると思ういいねあー楽しい広島から上京してきた3人の歌になるわけねそうそうそう荷物いっぱい抱えてきてるわけよ見てあー楽しいこれ行って今週末行けるやつ楽しんで行ってらっしゃい行ってこいよ明日のこの時間はスクールブロックの新画質の代表アレキサンドロス先生が登場アレキサンドロックス School of Rock